はい、皆さんこんにちは、ワンナリングルビッシュです。今回プレイしていくのはプロ野球スピリッツ2015の高橋由伸でのプレイですね。続きをしていきたいと思います。しばらく移動日が続きますんで、休息を入れたり練習を入れたりっていうことをしていきたいと思います。まあ、打ち込みかな。1時間ものの生マシュマロ、1時間ものだったら大丈夫だろう。さあ、疲労がね13しか溜まってませんけど、まあ、せっかくなんで、ゆっくりしましょう。で、ジャイアンツドラゴンズの一戦ですね。先発は浜田。ちなみに原監督はゲームお届けできるときにどうなってるかちょっと分かりませんけど、インフルエンザを発症してダウンしましたよね、原監督ね。このプロ野球スピリッツ上では元気に采配を振るってくれているようです。これから東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの、こちらがその原監督。解説は小宮山悟さん。さあ、まずはドラゴンズの攻撃、1回の表ですね。守備から入っていきましょう。先発は杉内。まずはジャイアンツの先発杉内が、小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。これは盟友井端、ファーストに入っている盟友井端が抑えました。元盟友って言った方がいいのかな。ただドラゴンズの方が2点先制をしています。ジャイアンツの攻撃は1回の裏です。さあ、そして浜田のボール確認させてください。ストレート144キロ持ってますね。あとスプリット、最近スプリット多いな、持ってる人。シュート、スライダー、カーブですね。あとフォークボールも持ってると、データとしてはこういう形になっています。まずは1球目、何から入ってくる。これはどうだ。ただ大島追いつくね、追いつくね。大島が抑えて3アウトチェンジです。俊足センター大島追いつきましたね。ただジャイアンツがビッグイニングを作って5点取って逆転してます。打順は3番ピッチャー、まだ浜田が投げてますね。ジャイアンツこの回5点を入れています。さあ、逆転に成功し、まずは得意のスプリットから入ってきました。第2球は、さあ先ほどは、ストレート136キロ。いったー、久しぶりの当たりはバックスクリーン、ホームラン、3ランホームランが飛び出しました。素晴らしい。これも浜田ノックアウトだな。追い込まれてからのストレート、ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。ジャイアンツ8対2。いや、完璧な当たりでした。見事なホームランです。そうですね、ストレートですね。追加点となるホームランが出ました。いや、彼らしい見事な一打でしたね。バックスキーに前半戦で試合を決めにかかっています。これは気持ちのいい一発だ。久しぶりのホームランなんで、ピッチャーはたまらず田島にスイッチしてますけど、ジャイアンツの方もピリッとしないですね。5点取られてますね。打席には3番バッター、2番手田島の、データを確認させてください。田島ストレート153キロ。やっぱり150キロ超えてくるストレートはもうかなり厳しいですね。140キロ後半のストレートになってくると、もコースに投げられると、僕の実力だとちょっとなかなか当てるのも精一杯というようなところですが、田島はどうでしょうか。まずはスプリットがすっぽ抜けましたけどね。これは何だろう、スプリットかな。ノーボール2ストライクです。これは落ちたか、右中間に落ちました。
これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。乱打戦だな本当に。さあ5回の裏、12点取ってますがジャイアンツさらに追加点のチャンスです。高橋俊文かな、読み方。いや、苦してませんね。ストレート149キロ、スライダー、スローカーブ。球種的には狙いやすそうですね。逃げていくボールって考えとけばいいですね。ストレートもそんなに速くないですね。バッターボックスの高橋、今シーズンの得点圏打率は4割2分8厘となっています。いやー、わー、このスライダー入ってるか。さすがクリーンアップを任される選手ですね。ここもやってくれると思う。もう何も言わなくてもいいですね。これライブが追いかける、追いかける、入ったー、スリーランホームランが出ました。スリーランホームラン、これやった。ピッチャーの強さ、強いにしてから普通にしただけでこんなにも違うか。追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。早くも勝利にぐっと近づいた。半端ないな、気持ちよさが。あれ、これは何て読むんだろう。ソジエ、いや本当ですね、見ての通りです。ちょっとなんて読むのかごめんなさい、分かんないって。詳しい方教えていただけたらありがたいですけど、縦のスライダーが得意のボールで、ストレートも150キロありますね。144キロのストレートから入ってきました。今度は内角に145キロのストレート、あー、これは、あ、これも入るか、入るか。おお、センター深いところを破っていきました。二塁送球、バッターランナーは二塁まで進みました。これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー。これスリーベースがもし出るようなことがあればと思いましたけど、交代させられてますね。いやー、今日は気持ちいい試合だった。試合を制したのは読売ジャイアンツです。西さん、見事大爆発しましたね。いやー、もうね、こういう、コンピューターの強さ1段階下げただけでこうも違うか。本当に1段階下げただけだよな。ちょっと心配になったんで見ましょう。球速はベーシックスピードプラスにして、コムの強さを強いから普通にしたんですよね。ちょっとやっぱ強いに戻した方がいいのかな。ちょっと一回強いでプレイさせてください。どんだけ違うかっていうのがいまいちよく分かってないんで。先発は山井です。で、今日の先発マスクは小林が被ってますね。本当にコンピューターの強さを強いから普通に1段階落としただけであんなにも球が見えてくるとはな。たまたま当たりが良かったにしては4本ヒットが出るっていうのはたまたま偶然とはちょっと思えないんだよな。強いにしてた時はもう本当に全く打てなくなっちゃったんで。これから東京ドームからお伝えしてまいります。さあ、まずは1回の表の守備からです。先発は菅野。1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか。そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。さあ、まず1球目。
これは村田ナイスキャッチ。これ村田いいプレーだったな。村田は守備にも定評があるといえばありますからね。いやー、小宮山さん、素晴らしいプレーが飛び出しましたね。いや、ナイスプレーでしたね。そしてジャイアンツの攻撃は2アウトランナーなしで3番高橋由伸です。バッターは3番の高橋。昨日のゲームではホームラン2本を含む4安打を記録しています。2アウトになっています。まずは140キロのストレート。マウンドのピッチャーは山井、そしてキャッチャーは谷繁。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。これはストレートですね。いかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。ストレート136キロ、ね、ここまで3球ストレート続けてきました山井。ここでスラーブ、初めての変化球です。外れました。ストレートで来ると思って待ちます。そのストレートですね。もう一球ストレートを待ちたいな。これはスライダー、フルカウントになりました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。これはストレート、見逃し三振。内角にズバッときた。で、昨日の乱打戦とは打って変わって、今日はすごい投手戦ですね。0対0。まずはワンアウトを取っています。際どいところ、136キロのストレートが外れた。ワンボール。さあ第2球何投げてくるか。山井はスラーブですね。低めボール先行です。真ん中甘いところにストレートが来たら思いっきり引っ叩きたいと思いますけど、どうだ。これはフォークボール。落ちるボールは、このフォークはキレがありました。ストライクが入りません。甘いところにストレートが来たら打っていきたいと思います。うわー、打ちました。痛烈。これはいい当たりだったんだけどな。森野の正面でした。で、均衡を破れてドラゴンズに4点先制された6回の裏。さあ、そして打席には高橋が入ります。さあ、2アウトながらなおもチャンスは続きます。今のうちに1点でいいですね。これはストレートです。センター抜ける、バックホームする。うわー、暴走か。2塁タッチはアウト。暴走か。いけると思ったんですけどね。9回の裏、ジャイアンツの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。祖父江が3番手としてコールされています。西さん、なかなか厳しい点差となっているわけですが、どういった攻撃が必要ですか。まあ、今日は厳しいですけどもね。スライダーですね。バッターは雑にならずにね、自分のバッティング心がけてほしいですよ。続けてスライダー、ね、改めてお聞きします。バッターボックスの高橋、どういうバッターなんでしょうか。まあ、まさにホームランバッターですね。打球がいい角度で上がるんですよね。3ボール1ストライクとなって、うわー、ストレート、難しいところに投げてきました。入れてきました。フルカウントです。これは空振り三振。いやー、ちょっとまずい走塁が出てしまいましたけど、残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。海山さん、ヒットは1本ね、打つことができましたけど、第1打席目ね、すごくいい当たりだったんですけど、森野の正面だったっていうのがちょっと悔しいところですね。お、黒が完封したんだ、さすがだな。吉信1位ですね。ピッチャー黒田じゃないんだ。今年黒田でもおかしくないですよ。1位。さあ、ドラゴンズとの最後の一戦は内海と大野の投げ合いですね。
ストレート151キロにスライダー、フォーク、ツーシーム、まあ、真っ直ぐ系はツーシームとストレート、変化球は落ちる球と速いスライダーがあるんですね。今日の先発マスク、今ちらっと見た感じだと阿部が先発のマスクかぶるようです。東京ドームからお伝えしてまいります。まずは小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。さあ、内海の立ち上がり、初球から打ってきた、これは長野が抑えましたね。ただいきなり内海打たれて 5失点か、初回で。3番バッター高橋、ヒットでランナーを一塁に置いています。今日先発マスク、今の谷繁じゃなかったな。うん、いいですね。初球のストレートをセンター前、これで5試合連続安打、ワンアウトランナー二塁一塁。ただノーヒットに抑えられて、さらには2点取られて、2点返して点差5点のまま2回の裏です。バッターボックスは3番高橋。さあ、序盤から離された格好ですが、徐々に返していきたいところ。あー、これ打ち上げた。初球時センターだけ伸びる、もうあれだな、この打球はフライになっています。最後はセンターフライ。ここまでもう初球初球でまだ2球しか打ってないですね。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。試合の方はでも宇都宮がまだ投げてるけど、まあ、ここまで取られたらもう無理だな。だすごい乱打戦ですね。またこれから4回の裏、高橋に変わってますね。高橋対決、今シーズン18試合目の登板です。サニさん、この相手をどう打ち崩していくんですよね。まあ、しっかり攻略したいですよ。カーブですね、このイニング反撃の口火を切ることができるんでしょうか。これはフォークボール、この球は落としましたが決まりません。これはスライダーですね。ストライクになります。ワンボールツーストライク。高めにストレートを外してきた勝負球、何が来るか。ストレートか、ストレートですね。アウトロー見送ってボール、スリーボールツーストライク。これはストレート、またファウル、ボール球だったかな、ストライクゾーンだったか。うわー、最後ストレート、これはバット出ず三振です。さあ、このランダー戦どういう展開になっていくか。14対8、6点ビハインドです。バッターボックス高橋、ワンアウトランナー一塁。このフォークボールが完全にすっぽ抜けた感じですね。日産、この高橋どういうバッティングスタイルなのでしょうか。フォークボール2球続けてきました、ね、状況によって変わりますが、もともとは早打ちはせず見ていくタイプで追い込まれてしまった、フルスイングが新庄の強打のバッターですね。あ、なるほど。インコース変化球決まりません。打ち上げた、これはショート荒木、打ち上げています。ショートに任せます。掴んでツーアウトです。ツーアウトランナー一塁と変わります。小宮山さん、現在の点差変わらず6点差のまま、高橋由伸の第5打席目です。バッターは3番高橋、祖父江。先ほどの打席はライアフライに打たれています。覚えましたよ、祖父江。ツーアウトランナーありません。まずはストレートから。うわー、このストレート打てないな。打ってきました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。打ちました。にゃー、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。今日はこれ以上ないかな。
ゲームセットですね。残念。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、逆に言うとこういう負けの方が気持ちの切り替えはしやすいのかなという気がしますけどね。小宮山結構適当なこと言ってるな、このゲーム上、まあ、もちろん的確なことは言えないと思うんですね。あの、なんていうんですか、そのゲームに応じてまさに実況してるわけではないんで。はい、というわけで今回は、まあ、ドラゴンズの1戦目3戦目はランド戦、2戦目は投手戦というようなゲームをお届けしてきました。次回はですね、まあ引き続きこの高橋由伸でのプレーをお届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いしたいと思います。というわけで今回は、ここまでにしたいと思うんですが、最後なんか長次郎が出てきたんでここまで見ておきましょう。はい、というわけで、次回はどうやら DeNA との戦いですね、お届けしていきたいと思います。そちらの方お楽しみに。